ない真似をするでない。だって腹減ったもん。はあ、わかりました。ではコケとスカに何か用意させましょう。これわらわの忠実なるしもべコケスカ。ぶち破れ。はい、スイあ、もう心配ありませんよ。小生は消防士のジュリー、そしてこいつはアランです。あなたたちをお救いに参りました。アランは坊ちゃんを、そして小生はお嬢さんを。さ、あの小生の飼いなへいらっしゃい。早くいらっしゃい。あた、なんでわらわがそなたの飼いなに抱かれなくてはならないのじゃ。コマロがお腹をすかしておる。何か食べ物を調達してまいれ。まいりけ、わかりましたよ。いいアイデアがありますからお任せを。あ、久しぶりにひらめきを示す黄色い点滅が点滅しておる。期待しておるぞよ。未練女華麗なる変身。おわたる、こよみちゃん、ほな行こうか。はい、はい、3人で来てくれなんて、ほんと久しぶりの大事件ね。これで事務所も少しは潤いますね。あれ、お留守ですか。寿司の出前頼まれて持ってきたんだけど。いや違うのよ、今探偵長重要な会議をやっていて手が離せないから寿司を受け取っておいてくれと頼まれて待っていたんですよ。そうっすか、じゃお願いします。はい、万歳。やったやった。早めにウニを。そのウニとイクラはわらわの分で、光り物は食べてよいぞ。うん、あとはわらわの分。もうウニがね、私大好きなんですよ。ウニだけいただければ。おいしいじゃよ。とってもおいしいじゃよ。これで普通の人の場合諦めるのですが、スカトンの場合は行ってみよう。スカトンの奇人変人コーナー。偽の呼び出しかけるとは全く気しからん。わい、おじょくっとんのかいな、もう。あ、おかえんなさい。ああ、事件のご依頼でっか。ほな、中へどうぞ。いえ、さっきお届けした寿司のお金いただくの忘れてたもんね。いや、寿司のお金？わいとこで寿司なんか頼まへんで。冗談でしょう。重要な会議中だからって、ここに待っていた鳥柄みたいな人と相撲取りみたいな人にちゃんと渡しましたよ。何やっき。じゃあさっきの電話は私たちをおびき出すための。きっとそうっすよ。はあ、はあ、もしかするとあいつらの仕業やな。アンさん、ワイと一緒に来てんか。面通しするさかいな。あ、はい、しっかり留守番しといてや。わかりました。お答えします。ジュジャクは1789年のパリ郊外ベルサイユ宮殿にいる。そこの舞踏会に出席しているバルドー伯爵夫人の首飾りについているダイヤモンドこそジュジャクの変化したものなり。ごめんやす、ごめんやす。留守かいな。あれ、留守やな。ちょっと見てくるさかいな。待っててや。見てしもたん。最近ワイの目おかしいやろか。いっぺん検査してもらわな。ああ、探偵が騙されてりゃ世話ないっすよ。めったく探偵所と来たら頼りないんすから。ほんと、渡るとそっくり。あ、ちょちょちょ、ひどいな。ライドロンからの連絡だわ。渡るくん、小読みさん、カレイ姫のテレパシーが自宅情報をキャッチしたでゴンス。1789年のパリベルサイユ宮殿、バルドー伯爵夫人のダイヤモンド。渡る、急いで出発よ。うん、タイム街道を下に下に張ってよい。残った。ここはパリの南西18キロにある、その名も高きベルサイユ宮殿である。そして今
フランス国王ルイ16世とマリー・アントワネットの主催する大舞踏会が華々しく開かれていた。ドモンジョ公爵様ご夫妻。素敵、これほどのダイヤ見たことありません。これ世界に二つとない最大のダイヤで、クレオパトラの星と呼ばれる石ざますの。まあクレオパトラの星、お値段の方も最高ざましたな。バルドー伯爵様ご夫妻。あちらの方がすごいわ。お求めに。私になどもったいないダイヤなのですが、インドへ旅行した時お坊さんからいただいたものなのです。何でも幸せを呼ぶソロモンの輝きとか申す石なのだそうです。素敵、バルドー夫人だからこそそんな立派なダイヤがいただけたんですわ。ありがとう。グヤジこう警備がこう厳しくては、この格好では会場に入れぬの。うん、いい考えがありますから、小生とミレンジェ姫様が貴族に化けるんでござんす。出てくっくっ。わらわはともかく、そちはどう見ても貴族には見えぬ。ブシュ。お姉様も無理だろ。みんなすごくスタイルがいいのらん。ほんと、ご婦人方のスタイルみんないいですね。ウエストがキューッと締まって、さすがのミレンジョ姫様もかないませんね。バカ言うではない。それでは行ってみよう、ミレンジョのおしゃれコーナー。この時代の女性はウエストの細いのが美人の条件とされていたため、みな競ってコルセットでウエストを締め付けていたのじゃ。わらわたてコルセットで締めれば、あんな婦人方に負けません。さあ、もっともっと、もっと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 、どうじゃ。あハムみたいなのだ。オッケー。お姉たまもとっても綺麗だろ。コマロ、さすがそなたは目が高い。ところでお相手。その相手、私がいたしましょう。お疲れ様。ハンドレ。ハンドレ、ちっちゃい。なんでわらわがハンドレ。おお、麗しのミレンジョ姫よ、あなたの美しさに魅せられて、私はあの呪弱ピューターの示すままに、このマロニエの花開くパリまであなたを追ってきてしまいました。おお、君こそパリの花。ドンファンファン伯爵、参りましょう。はい、喜んで。はい。ビー、ミレンジョ姫、ミレンジョ姫。ドンファンファン伯爵、今日はこれでお引き取りくださいませ。それは釣れないお言葉。私が何かお気に召さないことでも、わらわがヒステリーを起こさないうちにどうかお引き取りください。さもないと。ミレンジョ姫、わかりました。今日のところはお言葉に従いましょう。ごきげんよう。せっかくあと一歩のところまで行ったというのに。こうなったらバルドー夫人の帰りを待ち構えて、力づくであの首飾りを、呪弱を手に入れちゃう。ミレンジョ姫様、バルドー伯爵の馬車ですよ。よし、アタック、ヤッホー。Oh, my God.
やんだ。バルド伯爵夫人、その首飾りのダイヤを所望じゃ。はい、これは差し上げますから、乱暴はおやめください。うん、さすが伯爵夫人、分かりが早い。早いのだ。さあ、うわっ、このラッパーは。あれはまさしく消えた。すか、ここどこだと思っておる。でした。ミレンジョ姫、あなた方のように卑劣な手段を弄する者には呪術を渡すわけにはいきません。ああやだ、緑目の可愛い子ちゃんぶりの建前人間、こけつかちょめちょめしちゃって。ダクダキャー。ダイゴロン、どすごい。渡る。え、分かったっす、やるっすよ。パンよ。やいやい、カレー姫に手を出したら私が承知しないよ。生言うんじゃないの、スカッと蒸してやんな。あの卑しい笛の音は。やっと出たな。あそこだ。驚き桃の木最初の木、一気に時を渡りきり、ついに出た出た、やっと出た、地球のアイドル、やっと出たマン。もうこうなったら巨大メカってやっつけてやる、ピッポッパッと。さあ小犬君、大巨人を呼ぶんだ。はい。驚き桃の木三種の木、ブリキにタヌキに洗濯機、やってこいこい大巨人。何をおっしゃる、ミレンジョ姫、このメカこそ三重市で有名な剣豪ダルタニアンをモデルにして、我がナンダラ国で発明した超ウルトラ合金製の樽で作ったタルタルヤンです。ホゲーホゲー。大巨人お呼びにより、ただいま参上。頼むぞ大巨人。おお。そこかしこで噂のささやきレポーターです。今週も手に汗を握る大熱戦をお届けいたします。それではメカ戦どうぞ。では行くぞ、ファーファーレ行け。ドレミナソラヤレ、どうしてもやられる。ホゲ、勝負を占うのだ。出る出る坊主、出る坊主、今度がけてげたりなあれ。ホゲーホゲー。おお、タルタルヤンメカ剣を抜きました。それ大巨人も剣を抜きました。おいしゃー。あー、両者の激突です。激しい戦いです。大巨人タルタルヤンの突きをジャンプでかわしました。大巨人優勢です。こちらを向け、大巨人は後ろからは切らぬ。大丈夫かや、勝ち目はあるかや。任してください。
これでも食らえ。お、大巨人ピンチです。今だ。よ。大巨人心眼切り。なんだいなんだい、あっさりやられてしまったではないか。はい、これも作戦のうちですよ。まだ秘密兵器があるのです。本当かよ。小生嘘申しません。ですから今はとにかく謝ってあいつを油断させるのです。じゃ、またあの口早い芝居を。うん、正義の刃で成敗してくれよ。待ってくれ大巨人。我々フランス人民を苦しめていた諸悪の根源であるマリー・アントワネットは我々の手で処刑させてくれ。今までのことは全てこのマリー・アントワネットが私利私欲のためにやっていたことなのだ。大巨人様、そして国民の皆さん、本当に悪うございました。私は今までの罪を認めて反省し、潔くこの若いミソラギロチンに散らせましょう。よしやれ。待て、心より反省する者を処刑することはあるまい。え、では許してやれとおっしゃるんですか。罪を憎んで人を憎まず。はは、慈愛に満ちたその言葉、ありがたく肝に銘じたでござりやす。ありがとうございました。コーケー、行っちゃう。秘密兵器はどうしたんだい、早く。では行ってみましょう。今週の目玉コケットな。これはどうしたことでしょう。バラバラにされたメカが再び合体しております。恐ろしいメカに変身しました。これぞ大巨人を一撃で倒せる超高性能ミサイル砲です。うん、コッケー、こんな素晴らしい才能があるなんていいんでないかい。なあに豚は鼻かくし、スカポン豚は足を出す。ああ、ホッケー、ホッケー。このウルトラミサイルは100万メガトンの破壊力を持ち、一度目標を決めて発射すれば相手がどう逃げようと追いかけて命中するというアンテナを装備しているのです。準備完了。それでは発射、コケットな。ミサイルが発射されました。何も知らない大巨人のピンチです。いや、飛んできました。これでうるさい大巨人も最後です。これで呪弱型に入る。大巨人、ウロの大爆破。困る、そんなことを言うのではありません。あの扁平足に。これであの鉄くずも本当の鉄くずになりますよ。ねねねアホー。でもなかなか爆発起きないね。レーダーで見てみようか、コケット。時間のかかるわけよ。大巨人は宇宙へ逃げてますよ。じゃあミサイルに気がついたのだ。あ、大丈夫かい。大丈夫ですとも、あのミサイルからは逃げられっこありません。もうこんなに迫ってます。やったやったやったマン。ほら、磁気大爆発が見えますよ。あら、卑劣なことをする奴は許せん。卑劣、大激怒。このダイヤがかえって人の争いを引き起こすのなら、どこか人の目の触れないところへ捨ててしまいましょう。うん、それがいいだろう。ああ、ダイヤがあのような美しい鳥に。呪弱はあの伯爵夫人が心優しい無欲な人だったからこそ、夫人を美しく輝かせるダイヤとしてとどまっていたのですね。いや、参った参った。なんかまた住んじゃったみたいですね。その年の7月14日、フランス革命が起こり、ルイ16世やマリー・アントワネットをはじめ大勢の貴族がその地位を追われた。華やかなパリを後に呪弱は消えた。呪弱、呪弱、どこにいるのか呪弱、誰か呪弱を知らないか。さて、驚き桃の木、次回の予告だ。白雪姫の物語は知ってるよね。白雪姫は王子様と幸せに暮らしました。めでたしめでたしと終わった後、まだお話があるんだ。なんと呪弱が出てくるんだよ。
次回やっと出た番、それからの白雪姫、ズズズイとアミナキャソンだよ。